こんばんは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。まだ明るいもんね。こんばんは。こんにちは。本当にありがとうございます。こんばんは、中村舞です。ありがとう。早い確かに早い。ちょっとこの時間に配信させてもらってます。お疲れ、ありがとう。昨日公演ってのがすごく前のような感覚になる。どうですか、余韻はありますか。まだ生誕祭中、余韻。いやちょっとね、私もね、朝は余韻があったんですけどレッスンをした途端に切り替えないとって思い始めて、まあ、余韻を楽しむのはすごいいいんですけど、やばい次があるとか思ったらちょっとああってなりました。もうちょっと余韻浸りたいってなりました。初見さんありがとうございます。中村舞です。仕事になりませんでした。それは困りますね。大変だ。来年の生誕祭に向けて早すぎ。ありがとう。ちょっとね、早い時間じゃけえね、ちょっとこの時間に昨日のお礼はちょっとやめようと思ってます島から帰ってきた。お、お疲れ様。まだ生誕祭中の人もいるかも。ありがとうございます。夜配信、さあ夜配信、ちょっと夜配信だって夜配信、いや夜配信はちょっとできんかもしれんけ、今やっとるんよ。できんかったらごめんね。あとばらありがとうございます。自然光、え、そうよ、外が明るくて、まだまだ配信通知できた。ごめんね、急にやってしもうて23時には寝てるの。いやそうだね、なんかさ、私の配信の時間だいたい寝てる人多いよね。そうだよね、寝てない人もいると思うけど、朝配信でもいいよ。いや朝はちょっと勘弁してください。もう今日の朝やばかったの、体が重くてなんか体が重いし痛いしで、そうなの、久しぶりだったからかな、公演が。ありがとう。あのアジサイ花だれ公園2公演っていうのが久しぶりで、ありがとうしずく。ボーリング、OK、
筋肉痛、何の筋肉痛か分からん。多分公園もすごいある。トウカさん行ったか？行ってない、行ってないっていうか行ったわ、行ったけど1日目に仕事っていうかレッスン終わりに1時間だけ行ったかな、それくらいかな。自分の生誕祭の日もその前日の日も行ってないですね。結局行かなかった。うん、だから屋台はスーパーボールだけしてそうよ。はい、ありがとう。終わっちゃったよ、トウカさん。終わりましたね。ま、ありがとう。もう家に直帰。どこさん行ったの？実際ありがとう。なるほど、ありがとう。フラワー、え、聞いてください。今日外出た時になんとフラワーフェスティバルのステージが組み立てられてたんですよ。もうトウカさんが終わった次の日からフラワーフェスティバルの次の週のステージがね徐々に組み立てられてて、私もうお祭りをまた感じた。わーおーって、早いよね。もう次の日からやるんやと思って、すごいステージできてる。なんかステージもいっぱいあるんですよ、そのフラワーフェスティバルが。なんちゃらステージ、なんちゃらステージみたいな感じがいっぱいあって。そうなんです、来週はフラワーフェスティバルなので。近いよね。そうよ、雨降らんかったらいいね。ありがとう、初見さん。関東方面来る予定ありますよ。全国ツアーで行きます。全国ツアー待ってまーす全国ツアーで行きます。申し込んだ、早い、嬉しい。リオちゃんがコメントしてるんだけど、昨日はマイケルさんの生誕祭に出られて本当に嬉しかったです、大好きですでね、ショールームでコメントしてるのなんかちょっと可愛いな、なんかびっくりでコメントしてる。あ、時間的にもね、連絡手段、連絡先をまだ交換しちゃダメなんですよ。そうで、いやでも今日来たよ、あの今日あのマネージャーさんから来ました。マネージャーさんを通して会話するんですよ。なんでこれなんかこうやって岡村が言っておりますみたいな感じで、で今日こうやって岡村が言っておりますって来て、そう返したけど帰ったかな伝わったかな、〇〇って伝えてください、
そうなんですよ。岡村さん、そうですよ、岡村中村ムラムラコンビでありがとうございます伝わりました。あ、赤いハートが3つついてる。中村もそう申し上げております。そうなんだよ。まあありがとう、洗濯物、部屋干し、部屋干し洗濯ね、早く連絡先を交換したいんです。そうなんですよ。なんでダメなの？え、わかんない、なんかルールがいっぱいあるの、もういろんなルールがいっぱいあるの。返信するよ、しますよ、します、します。糸電話ならオッケー、糸電話オッケー、オッケーよ。返信は、え、どうだろう、速さ早い方だと思う、え、わかんない、遅いかな、寝てたら遅いわ全然ね、なんか寝る時間ランダムなんよ、えげんさ、LINE 貯めるか、いやーでもなんかちゃんと返信したいなって思った時はなんか本当に真面目な感じでちゃんと考えて返信しないとっていう時あるじゃないですか。なんか何時とか言って、あ、何時だよじゃなくて、なんかこういうこういうのがあってこうなんだけどどう思うとか言われたらちゃんと返信しないとってなるじゃないですか。そういう時はなんかちょっと後にしようって思う時はあるかも。なんかちゃんとゆっくりしとる時に返信したいやん、こう外に出とるときにさ、パパパパって返信したくない、ちょっと後にしようみたいなときはあります。これありがとうございます。なんかさ、ソラハがさ、前にさ、なんか LINE でなんかこう返事っていうか違う、なんか通知がたまったらなんかこう赤丸にさ、こう何件来てますみたいなのが表示されるじゃん、あの5とか6とかのなんか赤丸、そのアプリのこう右上だっけな、アプリの右上ぐらいになんか赤丸みたいなのが出てくるじゃん、あれがなんか、ソラハがあれが嫌だってすぐ言ってて、なんかこれがつくのがすごく嫌だからすぐ返信するみたいな言ってて、あ、バッジっていうのあれそう、あれがついてるのは別に何も気にならなくって、そうありがとうございます。ソラハタイプでもね、なんか貯めるのが嫌って人結構いるよね。表示させん、え、あれ表示させんとかできる、そうなの、なんか気にならんね私はほぼ気にならん。私ね、なんか
何ですか、通知は基本オンにしてるんですけど、誰からの LINE かわかんないようにしてあるんですよ。こう上にバナーで出てくるタイプで、でもメッセージありますだけで〇〇っていう内容が全部出ないようになってるんですよね。あのメッセージが来ましたってのだけが出るようになってて、でなんかそれをするとすごいワクワクするんですよね。なんかおで開けて、あー公式 LINE みたいな、なんかすごいあのドキドキ感を味わえるのでそれにしてる、うん、おー公式 LINE だ、あーご飯のお誘いだみたいな、すぐに返事しないといけない要件の時に困りそう。確かにこの時はテルもお願いします。おきちゃん、え、だからさ夜中の4時とか、夜中の4時っていう、まあ、明け方4時5時に LINE の通知が来たら、ビューって来たら起きちゃうんだろこれって心の中ですごい予想する。これ絶対起きちゃうんだろ、起きちゃうしかないな、この時間に来るってことはなんかもうクイズ、これは起きちゃうありがとうございます。うん、正解するよこれ。おきちゃんね、おきちゃんはなんだろう、なんかいつ寝てるかよくわからん、おきちゃんも睡眠ランダムだからあんまいつ寝てるかわからんのよね。なんか眠い時に寝るような感じだから、そうそう、めっちゃ早寝する時もあるし、めっちゃ早寝してなんかもう夜の9時とかぐらい、8時とか9時とかぐらいに寝て朝の4時5時とかに起きてみたいな時もあるし、いやおきちゃん寝てないことはないと思う。そうなの、睡眠ポコ、ポコ太郎は夜行性ですよ、夜行性ポコ太郎なんかテレビ電話でポコ太郎が戯れてるところをたまになんかなんかテレビ電話にしてって言われて、ポコ太郎がなんかすごいポコ太郎と戯れてるんですよ。そのなんか光景をよく見るテレビ電話で。この間そう犬とテレビ電話したの、実家に犬がいるんですよ、犬とテレビ電話したんですけど、かわいい、マジで会いたくなる、かわいい、元気だけど、なんかその時ココちゃん2人いるんですけど、1人が体調崩してて、なんかなんだっけ、なんか胃腸炎、胃腸炎じゃない、なんかになってたんだよね、なんかになってて、なんかあんまり調子良くなかったらしくて、
そう、病院行ったらしい。治ったらしい。でもすぐ元気になったらしい。そう、うちの犬は寝てます。うちの犬も寝るよね。犬って寝るよね、めっちゃ。ありがとう、しずく。にゃんにゃん泣くの、うちのワンちゃん。真似できる。本当に犬みたいな犬かみたいな、嘘みたいな犬だな本当になんか犬なのかみたいな犬なんですけど、犬です。でも、もうこの鳴き方しかしないの。かわいい悲しいわけじゃないと思うんだけどね。なんかね、アピールして、なんか言ってる。あ、アンピーっぽい。アンピーは、あアンピー今日ね、コッコさんの T シャツ着ててね、でね、なんかヘアピンみたいなつけたの、 前髪クリップみたいな、それがピオリンだったの、あの名古屋のさ。でさ、なんか鳥で揃えましたって言っててさ、あのコッコさんの T シャツにピオリン、あのレッスン着に、そう、今日は鳥で揃えましたって言ってて、めっちゃ可愛かった。おー、いいね、鳥コーデだって可愛い。そんなレッスン意識高いよね、レッスンに鳥コーデ。可愛かったですなんかいつもはね、なんかポケモンかちいかわなんだけどね、今日はね珍しくトリコーデでしたね。ね、可愛いよね、尊い。ありがとうございます。中村は猫ちょっと犬の話しときながら猫来てる今日は猫猫です。これあのイコールラブの大谷エミリさんのミリニャさんのやつです。かわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。まだいぬじゃなくて申し訳ない。ごめんね。ちょっとね、今何時ですか？予想しよう。6時半。あ、もう40分ぐらいだったわ。私見てると一日終わりかってなる。私は23時にいつも配信するけんでしょ。みんなおやすみおやすみ
もう寝る時間だね。まだ多分お仕事してる人いるよね。おやすみ。夜ご飯食べた？おやすみ。あと5時間20分。ちょっと待って、恐怖を感じる。あと5時間はやばいで。5時間、もうあなんか残りの3時間ぐらい多分沈黙よ、もう。5時間、アーカイブ見ますって言ってる人がいる。アーカイブね、私も見ようかな。余韻に浸ります。浸ろうぜ。でもな、なんか自分で喋っとるとこ見るとなんか変な気持ちになるよね。自分のとこ結構飛ばしたい。あの MC っていうか喋るところは。DMM 見ます？5 時間配信せん。なんなら今もうちょっと終わろうかなと思ってたのに。5時間しません。しませんよ。耐久。お疲れ、ありがとう。寝てから渡してね。お花ありがとう。すごいいっぱいお花ありがとう。まいちゃんにおやすみがないと眠れません。いいな、ほらおやすみって言いない聞いてあげるから。いいな、言ってごらん、ほら耳出しといてあげるから。ほらいいな、おやすみ、おやすみ。おやすみ。心置きなく寝れる。23時57分に再開して。えっ。えっ、57分、3分やん、終わる3分やん。耐久カラオケ配信。いや私さ、カラオケ一人で歌っててさ、 2,3 時間で声潰れるんだけど、私だけ？みんなどれぐらいに潰れるんだろう。3時間ぐらいで結構もうちょっと声がカサついてきて、カサカサ
でんくなる、だんだん。5時間だったらもう最後もああみたいなになっとるかもしれん。もう全部吐息カラオケみたいな。ありがとうございます。一曲でやばい、あの何ですか、高音ばっかり出す曲とか、そういうのにずっとやってたらもうやばい。自分の声に合った音域に合った曲だったらその持つけど、なんか高音っていうか喉をちょっと使う曲だったらあれかな。アドさんとか「うっせえうっせえうっせえわ」ってあなたが思うより私歌わないですよ。結構難しくて歌えない歌えません。好きだけど歌えないよ、難しいよ。信じて信じ、いやあれもう難しい、難しいよね、難しいですよ。岩遊びさんのアイドル私ねとかねあの誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドルってめっちゃ高いんですよ。そのアイドルの部分が高くて、そこをもうアイドルって言ってたんですよ。そしたらおきちゃんになんかすごい笑われて、なんかその高音が出なすぎて、あ難しいよ推しの子の主題歌ね、難しい、出ないです。めっちゃ高い。そのファルセットと地声の間のミックスボイスが一個も出ん、得意じゃない不得意で、あの曲高すぎて出ないね。すごいよね歌えるの。B小町の愛の歌はあなたのアイドルサインはピースチュおい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 、どうもありがとうございます。昨日ね昼公演はね、あの推しの子ヘアにしようと思ってね星の愛の髪型にねしてたんですけど、でもさりげなだった、さりげなくしてたの実はね。夜は普通に下ろしてた。推しの子ヘアだと思ってた推しの子ヘアにしてた。そうなの。無視だって思ってた、ずっと言ってた裏で中村愛ですって星野舞の方がいいね、星野舞です。珍しい時間、そろそろ終わるよ。あ待って、あれだけ見せよう、ちょっと待って。
なんとですね、これが今日発売日なんですよ。こちら ST48 の瀬戸内 PR 舞台シーズン2のですねムック本、じゃーん。こちらですね今日発売で、今度イベントがあるんですけど、もう手に入れた？見た？めっちゃ読み応えすごいですよ。もう中身は見せれませんがすごいです。そうなんです、一人一人いっぱい写真もインタビューもめっちゃあるし、そう、あとはね、なんかね、最後の方にはライブの写真とか MV の時の写真とかが載ってたりします。後ろこんなん見て、これね多分ジャンプっていうか、せーのピョンって撮った写真、裏面こんな感じです。じゃーん、分厚いね、めっちゃ写真が漏れでした、漏れてた。そうなのでね、まだ届いてない、これはねぜひね見てくださいね。そう、あの3着着てて、一個はこの PR 舞台の衣装で、2着目が自分のお気に入りの衣装で、3着目があの私服の衣装です。そう、3種類みんな着て撮影してて、こうたんじゃが読んどらん。なんでマジでいっぱい読むとこがあるので、マジでゆっくりできるときにぜひもうじっくり読んでください。お願いします。ありがとう。ということでちょっと終わりたいと思います。ちょっとね、ねちょっとねメール送るね、またおやすみ。ちょっと壇上を、トールさん、ココさん、タランボさん、リョンキューさん、おいでませ元気さん、つねちゃんさん、マンモスビアさん、ブンさん、ゆずきちさん、いつきちゃんさん、くまねパパさん、オルフィーさん、たにたにさん、ありがとうございます。おやすみって言える、おやすみって言った方がいいの？おやすみなさい。おやすみってすごい、みんな寝るんかい？チェックしてね、オフショット載せんとね。あ、今日のおはようツイートの写真は実はこの中のオフショットなんです。ということで、皆さんこの早い時間にありがとう。だねー。